近代地公介三つ、首都、三つ、首都は、横溝正史が1955年に表した長編推理小説、近代地公介シリーズの一つ。本作を原作として、2014年3月時点で、映画一本、テレビドラマ四作品が制作されている。宮本乙女は、13歳の時に両親を亡くし、おじの防止立大学文学部長で、英文学者である、 上杉聖也に引き取られた。昭和30年9月17日、乙女は、登園にあたる佐竹現像老人の100億円に近い財産を、高藤俊作という、見知らぬ男と結婚することを条件に譲られることになっていることを告げられる。その1ヶ月後の10月3日、上杉おじの管理祝いの夜に、連続殺人の最初の事件が起こる。その連続殺人事件は、 現像老人がかつて死に追いやった二人の男と自らの合わせて三人の首を供養するために建てたという連撃用途を三つ首都に起因していた。本作はヒロインを大人による回想式の形をとっている。そのため、八幡村同様、近代地光介の出番は少ない。常に合理的解決を厳守する横溝聖子の作品としては、 やや珍しい終わり方をする。その理由について作者は、原稿枚数の都合で、合理的な結末を展開できなかったと語っている。横溝は本作を次戦ベスト10の8位に上げている。ただし実際の次戦は7位までで、8位以下は、文庫本の売れ行き順で決まった。彼は、ベスト10に入れるとなると躊躇せざるを得ないとも、記している。幽霊男。 吸血が悪魔の長寿などと同様に娯楽系のクラブ雑誌に発表された作品なので戦場的な描写が多いが、三つ、首都伝承をはじめローカルものに似た色彩も持ち、構成も複雑なことから他の通俗長編とは別格の扱いを受けることが多い。三つ、首都は1956年4月25日に公開された。東映、監督は小林常を 小沢茂弘主演は、片岡千恵蔵いとこ同士は、日本テレビ系列の火曜日の女シリーズで1972年8月22日から9月26日まで放送された。全6回。遺産相続資格者は、一条玄蔵の孫娘たちで、一条百合の実が断系で他は女系である。武彦は、百合の坊婦であり、百合の坊母,母やその姉。 上野奈美子は一条家出身ではない。女系の孫娘たちは三姉妹の娘5人に整理されていて、各々に男がついている。高杉拓也と二郎は兄弟で父親が冤罪で死刑となっていた。横溝静止シリーズは3つ。首都は TBS 系列で1977年5月28日から6月18日まで。 毎週土曜日22時から22時55分に放送された全4回。基本的に原作通りにストーリーが進むが、細かい設定が多々省略されている。具体的には、ホリー営像の多様な変装、乙女が上杉家から出奔した時の詳細経緯、死が雷像から逃げ出す、際の鍵入手及び小坂四郎との遭遇、闇屋パーティでのホリーの負傷、 小坂史郎から逃げ出す時の詳細経緯、三つ、首都を発見後の近辺での情報収集、井戸に落ちた後の食料事情などが省略されている。また、堀井慶造の各々の隠れ家に管理人がいることは、セリフで語られるが、乙女からの電話を取り継ぐ以外には同情しない。原作が、宮本乙女の出記であるゆえに描写できていない、近代地が、上杉聖也を追いかけて三つ、 首都に達した敬意、小坂志郎による竹内家としての恨みの独白、終盤での小坂志郎たちの仲間割れが具体的に映像化されている。なお、上杉聖也は三つ、首都へ向かう前に、大人への恋愛感情を近代地に指摘されており、三つ、首都近くでも宿屋で近代地に退治し、原作のように姿を隠してはいない。原作では、高藤俊作は、 高藤正造の小坂志郎は竹内第二のおのおの彦だが、黒川弁護士は前者を、金大地は後者をおのおの孫と説明している。一方、宮本乙女は原作通り、佐竹前吉の彦である。その他、以下のような原作からの変更がある。名探偵、金大地光介、三つ、首藤は、テレビ朝日系列の2時間ドラマ。 土曜ワイド劇場で1988年7月2日に放送された。配役リストでは、おとねは、おとねとかな書きになっているが、黒川弁護士や金大一の説明で示される系図には、おとねとある。名探偵、金大一光介シリーズ3つ、首都は、TBS 系列の2時間ドラマ、月曜ドラマスペシャルで1993年7月15日に放送された。 原作とは全く無関係なストーリーである。登場人物の氏名は原作が元になっているが、家族関係や性格設定は特に継承されていない。乙女という人物が、俊作という人物との結婚を条件に、現像という人物の遺産を相続できるという設定と3つ、主等に遺産の非相続人、非相続人による過去の殺人被害者、 冤罪による死者の三人の木像が祀られていて、最後に犯人と共に炎上するという設定は維持されている。小坂を小坂と呼んでいる。ありがとうございます。